名古屋競馬場前駅は、愛知県名古屋市港区商標町五丁目にある、名古屋臨海高速鉄道西名古屋高線の駅である。駅番号は、安令7。青波線の駅で、最も駅名が長い。計画時の合唱は、名古屋競馬場であった。島式ホーム一面二線を有する高架駅。一番二番線のホームに安全対策として、可動式ホーム柵を設置。 バリアフリーの対応として、エレベーターを一気配置。通常は、無人駅で、中島駅が当駅を管理している。2019年度の乗車辞任は121988人、同年度の1日平均乗車辞任は3309人で、ある。青波線の中では、名古屋駅、金城不当駅に次ぐ、第3位である。北隣にある、 有人駅の中島駅よりも多い。近年の年度別乗車辞任の推移は、下表の通りである。当駅は、と古競馬場の名で、愛着のある、名古屋競馬場の北西に位置する。駅周辺は、住宅街で駅南側は、名古屋市営住宅の、対面層などが占める。名古屋市営バスの名古屋競馬場前駅停留所がある。 西隣の土井西江停留所と、さほど距離に大きな差はないため、河合小橋、宝浦方面始発のバスの乗り換え案内では、土井西江が乗り換え指定になっている。ただし、当駅に掲示されている、駅周辺の地図には、土井西江バス停は記載されていないほか、同じく掲示されているバス時刻表も、名古屋競馬場前駅停留所のもののみになっている。 ありがとうございます。